はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日もワンピース最新話ジャンプの感想考察を撮っていきたいと思います。それではいきましょう。お願いします。2週間明けですよ。2週間、救済明け。ちょっともう本当にテンション上がる。しかも今回めちゃくちゃ熱くなかったですか？もう個人的になんかめちゃくちゃうわーっていう、そのなんかルフィのね、ちょっと今まだネタバレしちゃうあれですけど、この後するけどね、ちょっともうマジ熱入ったんで、ちょっとそれちょっと撮っていきたいと思います。はい、そしたらですね、リアクション撮りましたんで、まずリアクション見ていただければと思います。それではここからね、ジャンプの内容ネタバレがありますので、アニメ運びっかの方々はお気をつけください。それではリアクションどうぞ。はい、939は、老いたる兵は道を忘れず。なんかかっこいいな、タイトル。え、ジンベ？髪切ってる。はい、ちょっと、2週間明けだからな。はいはい。さあ、これ、菊之丞がマジ気になってたんだけど、菊之丞。あ、知ってたの？男ちゃん？え、うわ、つら。うん、そうそうそう。なんでミラ行かなかったの？あー、なるほど。川、あ、だからか。カッパの川松。え、川松、カッパ？だからか、だから13年前にうどんに行ったんだ。だから、あ、妖怪？うん。カッパ踊りでこう、わ、待って、これちょっとやばい、泣けてくる。あ、これ傘のやつ、やっぱカッパの川松なんだね。うどんに入ってんだもんね、今ね。え、なんか全然さ、今までのさ、小紫の印象と違うんだけど。嬉しくて嬉しくて、可愛いな。うん、川松伝次郎足の土地ね。ゾロ意外と頭回ってんな、迷子なのに。いやいや、一瞬で寝てんじゃねえか。よく眠れねえじゃ、ガーゾロ。あ、花の実か、羅刹帳。あ、新しいね、羅刹帳。これあれだ、あ、みんなあれだ、札見た時の人たちだ。ここね、捕まっちゃってる、やっぱり。うん、この人もいた、この人もいた。なんか血が騒ぐみたいに言ってたよね。羅刹帳牢屋敷罪人張り見せ。何これ。あ、捕まったやつらを見せるんだ。うわ、何これ、ひでえな。あー、ベポたちもいる。あ、俺たちが口割ったと思われるかな。うわ、ボロボロじゃん、ベポたちね。で、なんか牢屋の前になんか人いない？強そうな、袋小路の横に侍みたいな。アルパカマン、マジロマン、俺も相撲やりてえな。あ、出た、アルパカマン。ツバメチャゲツ。あ、ワノ国でしか製造不可能、回廊石の銃だ。あ、ここでそれも出てきてんだね。マジロマン。あ、でも割と普通だね、この人は。アルマジロは。体の一部っていうか、ちゃんと、なんかね、ちゃんとなってない。あ、背中だけもしかして。お尻ごくってる。あ、もうルフィ、未来読めてんじゃん、これ何？じいさん、右手しゃがんで、ジャンプ、ジャンプ。え、右手、ジャンプ、しゃがんで。うわ、すげえ。待って、ルフィ、やばい。もうやばい、ここだけでルフィの成長見れてちょっとやばい。すげえすげえ。アルマジガード。あ、武装色なんか練習してる、ルフィが。ただの武装色だ。待って待って、やばいやばい、修行してる。触らずぶっ飛ばすパンチ。あ、それで倒すの。ちょっと待って、やばい。足からどっこいもね、レイリーも。あ、ワノ国も体を伝い刀身にまとわせる力がある。うわうわ、待って、やばい、これ獅子孫孫の時のあれじゃん。鉄置き切りたくないで神崎切る。これ獅子孫孫じゃん。あ、待って待って、いろいろ繋がった、やばい、待って、やばい、待って待って、剛剣で自分、え、表示何？うわ、表示強えじゃん、めっちゃ表示強えじゃん。お、弾いた？ドン。うわ、待って、表示、表示、やばいやば、これはやばい。いやー、今回たまらん、本当に。もう話したいことがいっぱいある。そんで皆さんね、いつものコメント本当にありがとうございます。皆さんのコメントでね、楽しませていただいております。本当にありがとう。今日もね、いっぱいコメントしてってください。さあ、そしたらまずね、ニュースいきましょうか。いろいろとね、情報がありました。はい、まず USJ よ。この間ね、第3弾のスタンピードのね、動画の感想はね、撮ったんですけど、その時にもね、ちょろっと言ったんですが、いや、USJ のプレミアサマーが、プレミアショーが、スタンピードとコラボなんでしょ？え？もうそれ行くしかないじゃん。行くしかないじゃん。まあ、連動してるみたいな感じだよね。前回のジャンプで確か、お知らせでね、こういった感じでグラ箱でありましたけど、楽しみだな、今回どんな感じなんだろう。映画のキャラ出んのかな。どこまでがね、そのスタンピードと連動すんのかが気になるよね。バレットとか出んの？でも出ちゃったらもうさ、それ映画じゃんってなっちゃうもんね。バレットとかで出ないのかな？また別の、なんかキャラが出たりするんですかね。もう6月からね、6月26日か、から始まるからね。ちょっといつ行けるかな、ちょっとどっかのタイミングでね、大阪行って、これ見たいなと思います、今年も。で、そのスタンピードとね、セブンイレブンのコラボが、その動画でも言ったんですけどね、一応動画の概要欄貼っておきます。いや、セブンイレブンで買い物したら、スタンピード関連の、ちょっと激レアのね、だ今回声優さんのサイン入りポスターとかもらえたりするんで、ちょっとそれ貼っとくんで、ぜひ。はい、で、あと、コーラね、コカ・コーラ。これまあね、たまにあるもんね、これね。これジッパーバッグ、何これ、袋。コカ・コーラ社の対象製品を4本買うとタオルがもらえるんだ。
たまにやってるやつだよね、だからね。はい、で東京ワンピースターですよ。ライブアトラクションは4月24日からスタート。タイトルはマリオネット。前回までねファントムだったけど、今回マリオネットでね、キービジュアルもね、サボと向かい合ってるね。いや、あれサボ、今回サボが出るの？この間もでね、エースだって今回サボが出るんだろうね。いや楽しみだな、これもちょっと行かないと。で映画の、キャストの方々のコメントがあると。これね、コメントはスタンピードのね、公式サイトに載ってますけど、まあね、そのお三方が、コメントを今回出してるということですね。どうなんだろうね、どんな感じで動いてくんのマジでこのキャラたちは。気になる、早くスタンピード見たいね。でこれすごいね、フィギュアーツゼロのコミックス64巻の表紙がそのままフィギュアになるってやつね。僕ねフィギュアーツゼロまでねちょっと手出せてないんでね、あれですけど、これすごいね、全部集めるとこの64巻の表紙なんだね。この64巻のこの表紙にムゲラの一味がなると。そう、ジンベもここ入ってるからね。確かにこの表紙はめちゃくちゃかっこいいもんね。はい、でビブルカード情報、ビブルカード情報、ドンキーホーテ最高幹部集結、ダン、かっこよ。いやドンキーホーテファミリー熱いな。前回ね、ベビーファイブとね、ダスヤンダスヤンがね、バッファローが入ってたけど、いや今回コラソンとか熱いな。てかまずドラミンゴがまずめちゃくちゃ熱いもんね。ピーカの好物なんなの、悪魔の実の影響って書いてあるよ。石がなんか関係してんのかな。え、石好きなの好物石ってことないよね。なんだろう、気になる。本当にドンキホーテファイルみんな乗ってるね。だから今回ね、プラスマ勘十郎とかって感じかな。ガレーラも気になるしな。まあ次がね5月2日、今回2日でね、いつも4日だったけど今回は2日っていうことで、これ楽しみに待ちましょう。いやドフラミンゴがマジでね謎多すぎるから未だにね。はい、そしたらここからですね、ジャンプの内容の本編のね、感想を取ってきますので、アニメ箱見る方の方々はネタバレお気をつけください。それでいきましょう。はい、939は老いたる表は道を忘れず。いやもう本当にこのタイトル最高で、なんかこれ俺ことわざなのかなと思って調べたら、老いたる馬は道を忘れずっていうことわざがあるらしいんですよ。いや馬は要は道忘れないよと、老いてもずっと覚えてるよと。で今回このヒョウにここが変わってて、これがヒョウはヒョウゴロのヒョウでしょ、ヒョウジーでしょは道で、道がね漢字がちょっと違うんですけど、要はこの何この道、まあなんていうの、まあ任侠だろうね、わかんないけど、そのヒョウゴロが貫いてきた道は忘れずっていう、たまらん、マジもうたまらん、タイトルからまずたまらん。で、これジンベイの扉へ可愛いんだけどこの散髪屋さんすごいな。さあ本編いきましょう。1ページ目がね、まず早見せでね、ワンピース .com の早見せで見てて、その時からねやっぱ菊之丞って気になってたんだよね。菊之丞ってなんか男っぽくない？やっぱ男だよね菊って。どう思います皆さん。でもやっぱさ、金やもあんだけエロ金やもんがあんだけのエロ金やもんが抱きつかれてんのに全然鼻の下伸ばしてなかったですもんね。で確か未来に飛んできた時の絵、この91巻ね、ここの920話おでんが好きのとこでさ、未来に飛んだじゃないですか。でその時のその菊はね、まあ袴姿というか、まあ完全男なんだよね格好は。だから改めてこの名前が菊之丞って今回出たから、まあやっぱ男なのかなって個人的に思ってるんですけど。で日和がもうさ可愛い全然小紫の時と印象違うんだけど、すげえいい子じゃん、すげえいい子。あんなさ男はね、その金を運ぶ犬みたいなね感じだったけど全然違うじゃん印象が、こんなに変わる。でまあゾロがね、なるほどとね言ってるよね。いやまあ日和の存在を聞いてね、まあゾロもなんか言っててもね、ああ俺もビビったみたいなさ、あの金右衛門の墓があったりすることだったから、まあ知ってたんだろうねダゾロも。で男ちゃんは要は日和の親友だと。いやこの男の明るさに救われてたと日和はね。なるほど、それは守るわな。いやこれ相当辛かったよね日和。だって目の前でさ桃之助とかさ、その家臣たちが消えて、かつおでん失い母をも失いて、で焼けた城ちょっとマジ日和さ、桃之助もかわいそうだけど日和も相当かわいそうだよな。これよく頑張ったな。でこれでねちょっと思ったのが、やっぱりその兄たちがどこかへ消えていってしまったって言ってんだよね。だからやっぱりこの母トキの能力は日和の前でこれ使ったのが初なのかな。やっぱり当時6歳、普段から見てたらさ多分消えていってしまったとか、なんかねちょっとまた表現が変わんじゃないのかなと思ったんだよね。だからやっぱりそう考えてくると、そのトキの実の能力はなんかやっぱ制限があるというか、なんかそういう感じなのかなっていうのはちょっと個人的にここで感じました改めて。いやーそれ生きる気力さえ失うよな、20年後に帰ってくるって言ってね言われてもさ、いや20年待てないよ6歳。いやいや無理、大人でも無理、20年はよく耐えたなほんと。でここで一個謎が解けたよねちょっとね。ゾロが日和に向かって、お前も一緒に未来へ飛んじゃダメだったのかとね、それ気になってたよね。やっぱり僕らも気になってたし、そしたら日和が、兄か私か片方に何かがあった時光月の血が途絶えないようにと、
なるほど。まあ多分この選択って、まあでも確かにそうだよね。どっちかやっぱ分けた方がいいよね。一緒に行っちゃってこっちが最悪な未来で、桃之助たちが飛んだの未来が最悪だった場合、もう両方終わっちゃうもんね。今も最悪だけど、20年前の燃えた城の中も相当最悪だけど、まあどっちかに分けたんだろうね、その光月の未来を。いやそれは酷だよな、ゾロも言ってるけど。だからそれはあの苦渋の選択だったんだろうね、当時のその時様の。いやとんでもねえもの背負ってんな、光月家この二人兄弟で。まあみんなはね、桃之助たちは未来行っちゃったけど、自分はカッパの川松が育ててくれたと。川松ちょっと前にね、あのうどんのね牢屋で入ってたけど、でここでカッパが確定したね。笑い声がね、カッパッパッパーだったから、あれカッパなんじゃないかって思ったけど、カッパだったね。カッパなんだ。で妖怪なんだ。え、妖怪って何？そんで新しく出たけど、もののけみたいなのね出てたけどさ、妖怪、妖怪なんて信じがたいんですが、本人がそうであることに誇りを持っていると。妖怪なの？これ悪魔の実なの？カッパの能力者って思ったんだけど、姫しばし辛抱ってさ、ゴボボボボってそのお堀を泳いでる絵があるから、能力者じゃないんだね。だからこれね、今は分かんないけどね、少なくとも20年前は能力者じゃないってことは、だからやっぱりカッパなんだ、もうそもそも。え、何それ、何族、妖怪族、新しいね。まあ、ミンクもね、だいぶね、猫マムシとかもさ、あれ、化け猫だもんね。言うたら妖怪みたいだけど。カッパ、妖怪。で、日和が妖怪なんて信じがたいって言ってるから、我の国でもそんなにいっぱいいるわけじゃないんだろうね、あの妖怪自体が。あれ、ヒヒとかさ、狛犬とかは、なんかその辺のね、我の国のその何生態系その辺気になるよね。このカッパが他にもいるのか、どうなのか、気になるけど。でね、これも傘、あのね、傘かぶってるのが、まあ、カッパの川松だったと。いやー、これは相当しんどいな。なんかこれさ、ちょっとさ、あの、おもちゃの兵隊さん思い出すよね。まあ、この二人はさ、血繋がってないかもしんないけどさ、キュロスがさ、一生懸命レベッカを何、子供の時あやしてたみたいな、なんかその辺をさ、思い出すよね。ちょうど最近僕、今ね、ドレスローザ編ちょっと読み返したりしてるんで、より一層なんかね、そこが、うわ、辛いなと思った。で、川松どんだけいいやつなの？冗談も言ってさ、こんな辛い中、自分だって超辛いじゃん。仲間が行っちゃってさ、仕えてたおでんさんも死んじゃって、徳様も死んじゃって、唯一残ったその日和をさ、自分も辛いだろうに、先ほど焼き魚が川を泳いでおったゆえ、拙者先にいただき申した。カッパッパで、こういう冗談もね、焼き魚が川を泳いでたっていう冗談も言えるだけの強さ。いやー、これちょっとあっぱれだわ、川松。いや、7年間一緒にいたんだろうね、だから。日和が13の時にはぐれちゃったと。ちょうどそうだもんね、13年前、13年前に川松もあのうどんに入っちゃったからね。だから日和20年前から7年間一緒に暮らして、そしたら日和13歳でもね、で13歳の時にうどんに捕まっちゃったんだ。まあ何があったかちょっとまだ描かれてないけど、はぐれてしまったと。でそこからだから遊郭入ったのかなね。で遊郭で思い出したんだけど、さっきも出したね、あの91巻、ここでさ、最初のおたまちゃんがルフィと出会ったシーンのところでさ、カイドウの部下がさ、おたまちゃんをこう袋に入れてたじゃん。でそこで、お前は悪の一族光月家の主と重罪だ、遊郭に売るか実刑か容赦はない。だから遊郭に売るっていうのが、なんだろう、女性に対するこの実刑だから、この辺りで捕まったのかな。ちょっとね、その辺はどうなってんのかわかんないけど、もしかしたらだからそういう経緯があって遊郭に売られて小紫として生きてたのかな。でも日和が生きてるってなったら、オロチはさ、もう何それどころじゃないじゃん。絶対になんていうの、処刑ぐらいの勢いになるだろうからね。ちょっとその辺はどうなったのかはちょっとまだ過去が描かれないと分かんないけど、可能性としてはだからね、その辺から遊郭に入ったんだろうね。で超可愛い嬉しくて嬉しくて、でも泣きません、武士の娘ですから。ギンどういう顔これ、男ちゃん爆笑してんじゃんやば。でここで初めてだよね、これちゃんと赤財9人男ですって出たの。なんかなんとなくこのメンツなんだろうなみたいなのはさ思ってたけど、このゾロが言ってるのでね、多分確定だよね。これで赤財9人男、金右衛門、勘十郎、雷蔵、大きく犬嵐、猫まむしで、犬嵐猫まむしがあれどうだったかなと思ってたんだけど入りましたね。で、川松、伝次郎、芦田童子と、この9人がまあおでんに仕えてた男たちですよと。でまあ今の現状をねゾロと話して、いやもうバレちゃったと、そのお札がね。で集合場所もバレちゃった、同志たちも捕まっちゃった、どう考えてもマイナスだ、ゾロ頭回るやんゾロさん、あんたもだいぶ迷子になってるけどね。でも船頭多くても船は進まねえって言ってるからね、まあ、考えてもしょうがないから俺はいいやって。でもっとゾロらしいのがうるせえなと言いながらすぐ寝ちゃうとこうるせえな、よく眠るねえじゃんすぐ寝た、
さすがほとんど寝てる男まあ合わないんだろうな、決戦が終わった後ね会うみたいなことね桃之助も言ってたし、合わないんだろうな、まだだから今別行動なのかな、ゾロとね、ちょっとわかんないけどね。でシーンが変わって新しい名前が出たね、羅刹町、花の都はねあれ左京だっけとかね、そういったあの地区がまた出てたけど、今回新しく出た羅刹町で、そこに何があるかっていうと羅刹町牢屋敷、まあいわゆる牢屋だね、だけど牢屋なんだけど罪人張り見せ、罪を犯したその罪人が民衆が見えるようにしてるっていうね、恥を晒すためみたいななのかな、こういうのがなんかこれオロチだよね、多分これ黒ずみのさ家紋があるもんね、上にこのオロチのさ家紋っぽい家紋じゃん、これ相撲のとこにもあったね確か、だから多分そのオロチとかがこうやってなんつうんだろうね、反逆の意思を削ぐためにこういうのやってんだろうね、オロチ、相変わらず。でね、結構あのお札配ってる時に出てた面々がみんな出てんだよね、この92巻の926は囚人採掘場、ここでね配ってた面々がほとんどみんな捕まってるっていう、このうーってさいきなりドサって入れられたやつもこの右下のキャラでしょ、みんなねここにいた人たちがね割と捕まってんだよね、バレちゃったんだねだからね本当に、で俺は行くぞって言ってた人もね捕まってるし、この人たちはどうなんだろうね、今でなんか処刑なんのかな、うどん送りなんのかな、でこれさあのキビが旗本って言ってたあのジブエモン、ジブエモンはパッと見いないか、でもそのね横にいた人たちとかいるんだよね、だいぶ捕まってるよね、今現状集まんのがなんかあのしのぶちゃんが言ってた500人ぐらい、そのぐらいが入ってんのかな、徐々に入ってんのかもね。でここでまたこの小田さん細かいなっていうのがね、ここのさあの花の都でさ寺子屋みたいなその学校で教えてたじゃないですか、そこでオロチ二刀流って言ってた子供がいるんだよね、ここにブーブーってやってる子供、このここの二人子供がいるんだけど、それねここに出てます、いや鎖国について答えてる子、はい先生、国の入り口を閉じて国の部屋を守ることですって言ってる子と、オロチ二刀流って言ってるもう完全に要は何オロチ側の子供たちというかのそういった教育を受けてる子供たちがもうこれを見てブーブーって言ってる、書き込まれてますな、ベポたちはどうしたんだろうね、めちゃくちゃボロボロだよね、なんか他の捕まってる人たちの中でもよりボロボロ、何があったんだろうね。で囚人採掘場です、アルパカマンとマジロマンがルフィと戦ってるマジロマンやばマジロマンすげえんだけど、マジロマンつってあるアルマジロのあるがねえのにベルトは A、 アルマジロの A から始まるっていう、でも言ってますよマジロマンが、和の国でしか製造不可能、回廊石の銃弾だ、回廊石の銃弾は和の国で使われてました、もうこれ確定しましたね、ちょっと前にはねあの釘をねホーキンスが使ってたけどね、ちっちゃいあの回廊石の釘で銃弾もだからここだったんだ、まあそりゃそうだよね、まあねここでしかその技術がないんだろうね、でそれをだから海軍とか買ってたわけでしょ、なんかゲームとか映画とかですよねそのね回廊石の銃弾、だから和の国のこの鎖国国家っていうのの闇がまたなんか浮き彫りになったよな、鎖国国家って言っててで回廊石の技術がそこにしかないって言ってんのに海軍が回廊石を用いたね軍艦とか使ってるわけだから、まあ、CP0 はね前にも来てたけど、ちょっとその辺のねなんか裏事情みたいなのも描かれるのかな、もっとしっかりね、今まだねなんかあそういうことそういうことっていう考えでしかないけど、でもここよ最高、ルフィが完全にそのさ片栗戦で得たその未来が見える見聞色、これがより一層なんかここでね描かれててねめっちゃ興奮した、これしかもこの指示出すタイプよくないですか、じいさん右ってしゃがんでそのままジャンプって言ったらそれ通りにやったら表示がアルパカマンにてやばなんかルフィ自身が成長したしかつそれが周りにも影響を与えてるみたいなのがなんかすげえかっこよかった、今回そのままジャンプブフーでその後でも表示をさあいたたたみたいなしてんだねここですげえ、和の国入った時もね確かあれだったよね、91巻かなお玉と出会ったあたりでさもう敵がこうジャキンって構えた時点でドゥーンってやってたもんねルフィが、その時にもうあもうこの片栗戦のその未来が見えるやつが完全にルフィ使ってんのかなと思ったけどよりここで分かったね、次左楽勝だな、マジロマンのさガード可愛くないですか、アルマジロあんなでかいと思いきや守るのは顔だけガバッ可愛いおじさんだけど、この後ろのアルマジロはめちゃくちゃ可愛いな、デルフィね殴ろうとしたけど寸止め、敵もねあれ殴られねえって言ってたらルフィは武装色の一歩上のやつを修行中だと、やだやばこれやばいね、片栗戦で要は見聞色がレベルアップしてここで多分武装色がレベルアップする感じだよね、やばこれはちょっとねもうやばテンション超上がる、でルフィねヒョージーと話しててでヒョージーもいいよな、もう今回のタイトル通りだよな、本当にもう任侠自分の任侠を貫いてる感じするよ、かっこいい、でまあルフィが言ってるけど寸止めしたいわけじゃねえと、触らずぶっ飛ばすパンチを打ちたい、触らずぶっ飛ばすパンチ何前にレリーとかやってたね、でそしたらそれがカイドウのあの家庭鱗を壊せる気がして
なるほど、まあ、気がしてるだけだからね、ちょっとまだ分かんないってルフィも言ってるけど。でまず思ったのがカイドウのあの家庭鱗、竜の時にねエレファントがバーンってやってたしね。でちょっと思ったのがさ、あれ人型になってもさコンゴオルガン効かなかったじゃん。だからあれも鱗があんの、あそこ。でもあれ人型だったよな、この92巻か。エレファントガトリングダダダダダってやってた時は竜か、そこまでは竜型だったのか。でそっから人型になってコングオルガンドーンってやっても効かないんだよね。これどうなんだろうね、結局人型であろうと竜型であろうとその鱗っぽい強さがあんのかな。いや強い、雷鳴発揮また見ちゃった雷鳴発揮見るたびにちょっと、あやっぱりちょっとカイドウ強すぎない、ちょっと絶望ってなるんですけど雷鳴発揮できるだけ見たくないだからでもそれがね、だからまあそのルフィのそのいやレイリーが前やってたルスカイネルとかやってた、あとセントマルがやってたこの足柄どっこいとかがちょっと一歩上だとルフィも感じてる。でそこでこの覇気のねまた一個につながったのがあったんだよ。ここもやばいよね、表示が言ってるけど、覇気とは海外の概念だな、我が国にも体を伝い刀身にまとわせる力がある。ここよ、良い刀は切りたい時に鉄をも切り、切りたくない時は髪すら切れる、それは剣士の心一つ。マジかと、そこでつながるんかいっていうですね。21巻、いやここよねマジで、ゾロ VS ミスターワンラスボーネスの時、ここで孝四郎が言ってたもんね。いいかい、世の中にはね何も切らないことができる剣士がいるんだ、だけどその剣士は手伝って切れる、同じ刀でね。でここでゾロがね、何も切らないっていうのは呼吸を知れってことなのか、それが鉄をも切る力。いやこの時のやつとつながったの半端なくないですか。だからこの和の国のこの文化だったんだね、この言葉が。つまりそうなったらこの92回よね、926話の後の SBS でさ、いや港もさんがイーストブルに行ったって時に、どうやら何十年か前に和の国の船がイーストブルに到達したという事実があるようなんです。その事実がねここで言われてて、だからそれに乗ってたんだろうと港もさんが、でその子孫があの港もさんだと。でその時の子孫が皆さんの知るとある人物なわけですが、これは本編でやるかもなのでまだ話しません。もうこれはやっぱこうしろってことでいいんですか。いや当時ね、だからこの和の国にもこういう刀身にまとわせる力、まあ言うたら覇気ですよね、覇気の文化が和の国にもあって、でそれをだからそのイーストブルーにその船が行きました。でその子孫がこうしろで、そのこうしろがこれ同じこと言ってたんだよね。だからつながったやん、つながったやん、やばっ。これ見た瞬間ちょっと鳥肌立ったね。これはもう全部繋がって、うわーうわーとね、ここはすごいわ。でからの表示、表示指示をくれ、右手の剣を思いっきり振らしてくるぞ、よさガーどんね表示かっけー、表示かっけー、弾いたーってルフィも言ってるやば、いや表示使えるんかい、その上の上の覇気が武装色使えるんかい、たまんねえこれ。相当疲れてるね表示ね、やっぱ消耗するんだろうね覇気をね。ただでさえそのさ囚人でさもうボロボロだった中使ったから、もう はお前さんがやりたいこと、もしこれなら少しはお力になれるやもしれん。いやそれが今回のタイトルだよね、このもうしっかり助けてもらった分自分も助けると、仁義を貫く男ですよ兵五郎。かっこいい、たまらん、道忘れてないんだろうね。だこの道がこの覇気の道なのか、男としての道なのか、今回のタイトルの最高、もう最高だ。このドーンって弾いてるもんね、このアルパカマンをドーンって、アルパカマンもやばいと思ったんだよね、もうゾクッとしてもね顔がアルパカマンもこれはどういう力なんだろうね。見聞色はさ、いやこれさ、だから空島っぽいよね。だから空島もマントラって呼んでたもんね、見聞色を。見聞色が普通の見聞色が、いや未来が読めるまで行くっていうのがレベルアップでしょ。で武装色が弾くんだろうね、ただ自分がまとうだけじゃなくてさらに弾く、外にも影響があるってことなのかな。ちょっとねまだそこはまだ説明がねその本編でも出るのかもしれないけど、まあ多分出るよね自分にこうまとうだけじゃなくてそれが弾なんかなんていうの出すんだろうね、バーンって。この61巻、ここでレイリーがやってたやつね、うわほんとここ弾いてもんな。だからいろいろあれだろうね、あの頂上戦争のバリアとか、あとあのマリーゴールとか仁王ヶ島のとかもつながるんだろうなここで。うわーもう最高、ここでルフィレベルアップすんのかな、どんどん強くなるじゃんルフィ、やば。でここでね自分であとねあの表示言ってんだけど、昔剛剣で鳴らした手前がって言ってるんだよね。だから剛剣だったんだ。まあ確かに、ね、剣持ってたもんね、あえてね、あのちょっと前のジャンプでこうやって。だから表示やっぱ強えんだな、強えけどやっぱまあ当然衰えてんだろうね。20年だっけ確か、20年ぐらい、それはねえ飯もろくに食えなかったらそれは衰えるわな。うわこれ次ぐらいで出んのかな、こういう感じだみたいな教えてくれんのかな表示が。いやーちょっとやばい、ルフィがこれ使うの見たらやばいな。えそしたら技も新しくなるのかなやばやばい、これはやばい。で今度逆にそれとギアフォース融合とかなのかな。ギアフォース自体がさあの武装色の覇気とゴムゴムの能力の融合だもんね、さらにそれが上になってんのかな
わかんないけどね、どうなるかわかんないけど、これはちょっとね、今回も熱入りました、個人的にめちゃくちゃ。はい、そんな感じでございました。皆さんぜひぜひコメントください。ちょっと一緒に盛り上がっていきましょう。これはね、今回一個なんか何レベルが上がったとかね、ステージが一個上がりそうなのがさ見えてテンション上がりました。ぜひぜひちょっと一緒に盛り上がっていきましょう。はい、今日はそんな感じでした。今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。明日も楽しもう。またね。頑張れ、正直かっこいい。前向いて全力でまっすぐに自由求め、思いのまま。